誰かあの雑魚の苗も修理してくれ。おっしゃー、最高のショットじゃない。ドラゴンメテオ、ドラゴンメテオ苗持ち来た。やばいこれ、ねえ終わった、ちょっと待って、やばい、死ぬ死ぬ、ねえおい待って、もう一回やらせてくれ。こいつの攻撃回避するだけで攻撃的また同じとこじゃねえかよ。はい、それでは皆さん、ハードコア4回目のチャレンジ、今回はなんとこちら見てください、このカポエラたちと一緒にやっていきたいと思うんですが、サーバーをね立てれるようになりました。で、なぜ彼らがギルドに入れていないかというと、なんとですね、現在の人数が32分の37ということで、もう過去最多、ギルドメンバー32人いるんで、こいつらをいかに活用してクリアしていくか、本当に知れない。待って、いすぎて気持ち悪い。でもこれさ、経験値共有されてなくない？やっぱり拠点にいるときしか共有されないのかな。こんだけギルドいたら速攻でレベル上がりそうなもんだけど。で、ちょっといつもの場所行って、まず拠点を建てましょうか。やばい、夜が来る。いきなり寒くてリタイアするやついるんじゃないの。まず最初の夜を全員で超えられるかっていうところですよ、これ。ちょっと待って、さすがにちょっと重いな。味方が死ねば死ぬほど軽くなっていくゲームかもしれない、これ。で、死んだら抜けてくださいね。おい、みんな、まず服作る。服とノーマルシールド作るところ始めよう。もうこんだけいたらね、資材も足りないし、食料も足らない。あまり単独行動でモンスターに戦闘を仕掛けるなよ。ハードモードの先輩なんだから、俺。俺もう4回死んでんだから。ありとあらゆる死に方をしてる。まあ、とりあえずスタミナだけ気をつけろ。みんな、スタミナ以外上げなくていいぞ。ステータス。ルノと、まあ、やだな。欲しいの。もう1レベル上げてから前線行きたい。いつも以上に命大事にでいくわ。おいおいおい、なんかメルパカに襲われてるやついる。ちょっと緊急事態、緊急事態。おい、誰か、これメルパカに喧嘩したやついるって。これ誰狙われてんの。追ってったよ、追ってったよ。死ぬ気で逃げてくれ。おい、弾頭台のアウラ、弾頭台のアウラ大丈夫か、お前。すげえ行ってるけど、あいつ一人で突き進んでるんだが大丈夫？お、待って、なんかネムラムと戦ってる、あれ。しかもヤバそう、ちょっと火星いるじゃないか、あれ。おい、しかも2対1だから。タマここ殺されるぞ、あれ。まだ早い、まだ早い。もうちょっと弱らせないと。ちょ、こいつこいつ、みんなこいつ、フォーカスして、フォーカス。ちょ、なんかボス BGM みたいになってるもん。おい、ネムラムリー、なんでこんなボスの BGM になるの。ヘルガルダとかの BGM なんだけど、これ。うわ、こいつ、いや、おい、取るな、俺の。ちょっと、じゃあ、あのペン玉欲しい、ペン玉。じゃあ、ペン玉欲しい。ここにいるペン玉欲しい。いけるか、ペン玉ぐらい。ペン玉ぐらいいける。危険、危険。あれ、誘われてる。水の中は危険。帰ってこれなくなる。やべえ、いねえ。モンスターがいねえ。余談に全部刈り取られてるんだけど。ね、お前らさ、一番大事な命にあれがいないのやばいって。パルモンがいないの、最も生存すべきやつが戦力ゼロのね、やばいって。裸だし、未だにそれ貸してくれ。ツッパリが1レベル弱すぎる。レベル1ツッパリやん、借りていくわ。2になっとる、こいつしかいねえ、もう。それよこせ俺に。それガチで俺によこせ。ナイス、一番重要な役割をしたわ、お前今それ。ああいう拠点、あ、待って、あいつと戦ってる、角神と戦ってる。危ない、危ない。あー、死んだ。最初の犠牲者出た。これもうダウン、あれダウンした人救出禁止だからね。ダウンした人はもう潔く散ってください。角神はダメだよ。うわ、こいつレベル高いのに。で、これ諦めるって長押ししてやったら、多分資材をばらまくんで。お前の、あれは無駄にしないぜ。やった、大量に手に入った。まずは一人いなくなった。おい、こいつめっちゃ持ってる。よしよし。こいつらがいれば、こいつらがいれば俺だっていける。ノーマルシールドもゲットしたし。オフライン。やっぱ強いやつから死んでくんだよ、このゲーム。慢心して。こんないっぱいいたら慢心するもん。てか、こんないっぱいいんだら分けろよ、誰かに。一人でこんな持ってても意味ねえだろ。
や一旦まあ弾頭台のアウラが生きてて、いや資材を取りに行くなら弾頭台のアウラみたいなプレイはありなんだよな。敵を刺激しなければいいわけで、結局ペンタマ、ペンタマそれ欲しいな。もうちょい、もうちょいけど、もうちょい、いける。すっげえぶっ飛んでたけど、うわぁこいつなんか ラグのせいか周回でみたいなのする。怖すぎだろ。オッケー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 。俺もボックスに何体か預けた方がいいな。モンスターいない人用に集めとこう。あと資材もさっきの死骸からいっぱい出てきたから。痛い、引かれたんだが。角紙に麻生太郎行きました。麻生太郎リーダーやられとるやん、向こうのチームのリーダー。いつ死んだんだよ麻生太郎。待って、めっちゃ減ってね。気づいたら4人ぐらい死んでるんだけど、俺が知らない間にめっちゃ死んでる。あー待って待って、いろんなところでいろんなところに柱が立ってる。おいおいおい、ちょっと目を離したらこれだよ。こいつは大して持ってないな。てか待って、こいつパルいないや。パルなしでここを挑んでって死んどる。めっちゃキモいんだけど、なんかコシアンの動きキモすぎるんだけど。ね、なんでコシアンの動きあんな気持ち悪いの。コシアンの動きずっとキモいんだけど。こいつだけヤバすぎる。力も適当でしょ。あー待って、死人が待って、気づいたらいっぱい死んでる。もうちょっと目を離したらまた死人だよ。向こうでも死んでるの、あれ溺れ死んだんじゃないの。あれここにいるやつに関してはもう何で死んだかよくわからんけど。待って、死んでるやん。おい、あそこ一人でまっすぐ行ったやつ死んだぞ。やっぱ単独行動で遠くまで行くの危険なんだよ。これ溺れた説ない。シールドもパラシュート持ってんのに。え、こいつのパル取りに行って大丈夫かな。ここから取れないかな。あ、取れる取れる。お、キノコジカ、イノボーとか持ってるやん。マジねー、経験値がなさすぎて、とりあえずもう強い途中でなるんだよね、そういうマインドに。一旦強いやつに挑んでもう経験値上げちゃおうみたいな、そのマインドになり始めたらやばい。で、大体この7レベルの時にいつもそのマインドになる。あと1レベル上げたらネムラムの首はゲットできるのになっていうマインドになって、そっからがやばい。あー2体目でもう48もらえるわ。じゃあこれあれだ、一番捕まえやすい2レベルのモコロンとかを捕まえまくるの安定だわ。いやでもこれ初動の動きがもう確定したな。パルスフィアをとにかく量産して一生モコロン突っ張りなんタマコッコ捕まえるっていうムーブが大安定だ。8レベル来たぞ。でも俺まだネムラムが2体しかいない。ちょっと誰かネムラム2体貸してくれね。8レベルのやつがネムラム持ってないと意味ない。だいぶ状況マシになったと思うよ。パルジウムが作れるようになってネムラム艦隊作れて、最初は多分この段階で死んだ、まあ、こっからだな本当に。ワンチャンオコチョ行ってみる、全員でこれ。おいちょっと遠征に出るぞ、遠征に。いた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 、オコチョいた、オコチョいた。え待って、起きたかも。えこれ俺バレたの。あの戦闘には入ってない。やばい、戦闘入った、戦闘入った、戦闘入った。誰かが加勢しろ加勢しろ、これ全員で。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。信じられんぐらい入ってる。ワンチャン捕獲いけるんじゃないこれ。おお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 、捕獲した。おい、これいけるぞ、全然いけるぞこれ。いや、これでついにこの縛りハードモードにおいて初めての卵捕獲器が来ました。まあとりあえず拠点の引っ越ししよっか。金属地帯に引っ越しするか。例のごとくいつもの金属地帯に引っ越しよう。よし、そしたらこれも壊すんで、でパルボックス壊して、なんか倉庫をしてる間に死人出てね。どこで死んだんだあれ。例の場所あれもしかして。なんであそこあんな死人が出た。橋みたいなの建築しようとして死んだ。どういうこと。橋作ってる最中に落ちた。いや、やばすぎだろ。しかも明らかに一人じゃないよねこれ作ってたの。なんか両端から二人で頑張って作ろうとした結果、こっちにいるやつだけ死んだみたいな。これでワープできるはず。やばいぞー。え待って、そっちもやばいけど、ちょっと待って、どこだこれ。あ、ペンタか。ペンタ熱いかも。
何持ってるかだなこれ。一回何持ってるか見たい。わかんねえ、なんの技だあれ。うわぁ、うわぁ、やばい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 、怖い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 。ね、殺さないでね。俺もない、俺もない、俺もないから投げていいぞ。俺これ捕まんなかった。誰か誰か捕まえて、これ捕まえて。全然捕まらんやん、やばい。スピアが、これスピア足らなくなる。俺スピア作れないかな。いや作れねえ、パラジウムがねえ。おお、いったか。ナイス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 。もう経験値128もらえた。スパークショット、弱え。やっぱ昨日の流星群ない餅が熱すぎたんだ。みんな木材ゲットしてベッド作らなきゃ。これうつ病になっちゃう。あのさね、このゴミみたいなのに木材使うな。資源の無駄遣いは許さん。ここちょっとボックスしまって、みんな石、石ボックスしまったらいける。あ、いける、来た。卵が来た。このなんか謎のキャンプファイヤーのところに設置するか。設置できねえ、なんで。おい誰だ使ったやつ。おい石30個使ったの誰。お前だろ。おいギニュー、おい何お前みんなの素材でパルスフィア25個も作ってんのこいつ。よかれと思って。優先順位が、優先順位が来ました。皆さん卵です。この新緑の卵、一番しょぼい卵でどんぐらいだ。なんとよーちプラス50で。おいやめろ、24時間になった。ちょっとこれ現実的じゃないこんなの。24時間後に生きてねえもん俺どうせ。ゴツゴツした卵あたりが一番熱いんじゃないこれ。一番しょぼいので4時間でほんの少し寒そうだ。だからもう一個キャンプファイヤー炊けば、あ、いいねいいね、もう一個炊いたら、うん、でもこれなんか変わんねえんだよな、ずっと寒そうなままなんだよなこの表記。やっとこさここまで来れたと思ったのにお前4時間。よし、じゃあみんなちょっと旅に出るか。集合、拠点集合。1回倒せるボスから倒していこう。うわ、ダンジョンあるけどレベル13ならいけるんじゃね。え、これさダンジョン入れるかな。みんなでちょダンジョン入るぞこれ。みんな入ってね、ダンジョン。俺だけ一人にしないでね。あー、いいねいいねいいね。あ、いっぱい入ってる、いっぱい入ってる。ボス部屋、もしかしたらここボスがいるやつだと思うんで、まあ、これ待って、ボス部屋だ、ボス部屋だ。ここなんだ、何のボスだ。いない、え、いない、いないなんてことあんのこれ。ちょっといないんだけど、ボスバグだろこれ。なんでいねえんだよ。はっ、いけねえし。おい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 、おボス倒してないからいけないんだけど。あー待って、出てきた出てきた、湧いた湧いた湧いた。キツネビだ。いや終わったと思った普通に。入っちゃいけないとこ入ったかと思った。バカ入ってる、バカ入ってる。周りのキツネビ殺しつつ、いいダメージ、いいダメージ、いいよいいよ、やれるやれる。みんなで囲えば怖くないこれ。ナイス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 。おらおら、キツネビだったらこうしていいわ。え、ソルレースいる、どこにいたのソルレース。卵限定じゃないのソルレースって。あ、商人から買ったのか。確かに月影と同じぐらいの値段で売ってた。あー、やばいのいるー、闇商人いるー。ええ待って待って待って、安すぎない。え、そんなん買いでしょこれさすがに。なんでどんどどんこんな高いのにミステリア3900円なの。さすがに買いだろこれ。え、ちょっと待って、え、なにこれ。え、転生したおじさん50って何、初めて見たんだけどこれ。仕事中にトカラック引かれて死んだかと思ったけど、実はこの島にいた。ピザが食いてえって死んだと神様にお願いしたら、そしたらピザが出せるようになった、すげえチートスキルだ、ほらやるよって。ピザ転生したおじさん50初めて見た、やばい。いやでもでもいけるか。いけるな、行こう行こう、あれ救いに行こう。この人数だったらいける、慢心はない、俺たちに慢心はない。どっちが真の密漁団かってこと見せてやれこいつに。そうだ、オコジョがいるんだ俺たちには。オコジョもいるんだから負けはしねえよ。コモップだコモップ、解放してやれ解放してやれ。
よし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 。いや、今までひよってたのがバカみてえだこれ。一緒に行動したらなんだってできたんだ俺たち。力を合わせれば怖いものないぞこれ。 MKR 盗賊団真の戦いはこれから始まる。そしたら、いやまだ18人はとりあえずいるからこっち側だな。あーでもこいつ捕まえた。あ待って本当に死んでるじゃんあそこで。誰が死んじゃったんだ。おい俺たちよりも先に行くから。危ないねこの一人で行っちゃう。ここグルド、ル、あ、ルナティってことはギニューだ。ギニューだこれ。お前あいつだけなんか先にこのエリアいたもんな。そういや、あ、待ってこの辺確かにドンモップいた気がする。待ってドンモップまだ行けなくね。苗持ちどこにいんだよ苗持ち。マップではここなんだけどな。あ、いた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 、湧いた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 。まあ、いけるやろ、もう余裕でいけるやろ。流星が意味わかんない方向飛んでるよ。草地面だからこれペン玉の、おお、ちょ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 、クルリスのサブマシンガンやば。そんな火力出るのあれ。序盤のクルリスってもしかして強い。クルリスリコイル。次じゃあドンモップいくか。きたドンモップいきなり近距離戦仕掛けてくるの勇者すぎだろ。これ周りのコモップの方が怖いまであるかもしんない。誰も知らないよ。お、いいねいいね。誰グラス取るねんすか。めっちゃ減ってるめっちゃ減ってる。メガスピア持ってるやつ。周りのコモップ殺そう。コモップ、おマスクローがさっきのマスクローが頑張ってるな。早いよ。え、じゃあアズレーン行くか。アズレーンはさすがに欲しいですよ。あいつ水3なんでね。パナジウム不足を解決してくれる。あ、てか待って、キャプペンか。でもキャプペン、全員入れるか怪しいんだよな、そこ。もうこれ終わったらアルパ王も行って、ムラクマも行ける気がしてきた。いや、普通に。おい、ロックオンレーザーが飛んでるよ。31? 言うて入らんな。待って、さすがに硬いぞ、こいつ。おい、全然当たってねえ。こいつエイムするとき、ほんとなんか。天空に向くんだよな、エイムアシスト。この仕様がね、終わってる。このゲーム、構えると、ここ行くんですよ。オートで。どこ狙ってんだって話で、これ。やばくない?構えたらここ行くって。ただでさえコントローラースティック、終わってんのに。エイムの速度。構えたらこうなっちゃう。ボコってる、ボコってる。ボコってるよ。まだ早い、まだ。まだ早い、まだだいぶ早い。早漏すぎ早漏すぎ。せめて状態異常かかってから。何パーセント ?0.48 とかでしょ。いた、いや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 、待って待って待って、なんだなんだ、俺な何に攻撃されたんだ。もう分かんねえよこれ本当に何に攻撃されてるか。ちょっと俺若干引く。シールド回復するまで引く。と言いつつ欲を出していくスタイル。取り合い始まってるよ。ガチで取り合い。俺のボール一回も入らん。ドラゴンメテオ来た。あ、なんでギガスフィアとか持ってんの。しかも早いだろ、まだどう考えても。メガスフィアすら俺まだ見たことないの。あぶねえ。一回投げるのやめよう。もうちょっと削る。おー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 、いったもっと経験値くれよ。さあ現在の人数15。着々と減ってってる。しっかり減ってってるんだけど人数。でもさ、俺単純な話さ、これさ、俺今日知らない気がしてきたんだけど、満身とかじゃなくて、今日知らなかった場合、明日同じ人数が入るのって、でも無理、無理ではないか。待って、ナイスナイスナイス。強つの神。これはやったほうがいいな、やったほうがいいな。これどうせ下に取りに行けねえじゃん。え、待って、ヘルゴートいる。絶対こいつらにやられたやん。ヘルゴート、ヘルゴート、ワンズ捕まえたやこいつ。ヘルゴート捕まえたら爆発。捕まえたい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 。もうちょい ワンヒットぐらい削るか。動きがやばいんだよなこいつ。いける、これはいける。ゾロアーク危ねえ。オッケーオッケー、捕まった捕まった。お、やっと
やっとそれっぽいの捕まえた俺。危なかった、本当に終わったと思った。マジで何この死に方、絶対これスタミナ足りなくてどっかで落下死したな。おい、なんか違うとこで死んどるって。今度今の戦いで死んだ、もしかして今死んだんだこれ。次から次へと、アルパ王だな次行くの。アルパ王行こう、ネムラム艦隊いるし行けそう。集ってるね、相当集ってるね。行くか、俺はルナティで闇属性攻撃するぜ。おら1しか入んないぞ、弱点ついた顔面で1しか入らん。またこの人数差でゴリ押ししていけば、飛んでる、危ない。おい誰かシールド割れてたぞ、下がった方がいいんじゃないか。こっちもアズデンもいるし、ラプラドンもいるし、オコチョもいる、ガオルフの流星群も飛んでいる。素晴らしい、素晴らしい連携ごちも誰、あ待って俺ルナって死んでるし、ただ俺にはまだヘルゴートがいる。逃げ、縁詰めの縁詰めの狩人、ファイヤークロー、ヘルファイヤークロー発動してくれねえ、なんだこれ発動しねえ、いるだろ対象あそこに。オッケーオッケーオッケー、ヘルファイヤークロー、いけるんじゃないこれ。もう遠距離攻撃ね、でかいやつはただのフルボッコの対象か、危ない。飛ぶたびに恐怖、いいぞ。ただ勝てーな、さすがに。いや待って、俺リコリスリコイルがいる、リコリスリコイルぶっ放せ。おら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 、勝てー、ピット。え、なになになに、メルパカだ、ちょっと待って、あの後ろにメルパカがいる。お前らやってくれてやってくれてる、ナイス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 、スーパー満身時かないっす、満身してない、名前分けしてろ。おーおーおー、スタックしてるスタックしてる、シールド復活した、まだ早いんじゃないか、もうちょい削れるぞ、状態以上にさえかかってればいける。ほら 3% か、いや 3% は無理だ。おお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 、なんか捕まった。なんかアルパを捕まえれた。一人ぼっちの答えは負け組だっつって、いけたね。じゃあ次キャプペンだな。おー、いいね、集まってるね、もう準備万端って感じですね。何人丸とか書いてない、書いてない。俺ダンジョン形式だから多分いけるぞ。来いみんな集え、集まってきたか。あー来た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 、いっぱい来た、いっぱい来た。うわダンジョンも集団で入れるわ、ちょ周りのペン玉だな、まずやるべくは周りのペン玉からやろう。こいつらの攻撃の方がなんなら追尾してくる分危ない。逃げるな逃げるな、ほらなんかもう死にそうだけど、キャプテンはっ、あーええー、ねえ待って、ペン玉に殺される俺、危ねえ。これ捕まえたの、殺したのこれ、死んでる。あれどこまで行けちゃうんだ。次はクレメイを行くか、じゃあなんかちょうど近くにいるし、行きまーす。さてこいつがもうどういう攻撃してくるかあんま知らないけど、クレメイよ、アルパ王アルパ王頑張れ、ヘイトだけでも変え。おお始まった、リコリスマシンガン来た、硬い硬い硬い、ほらほら、いや1しか入らん。いやアルパ王の攻撃も全然入ってない。おい流星群が飛んで、削れてる削れてる削れてる。いやこれドラゴン弱点だから、でもアズレンぐらいしかいないな、ドラゴン。一応オコチョもドラゴンだけど、ここで俺メガスピア使うか。動けてない。おいこれこいつは一歩も動けなくなってるぞ、サンドバッグだただの。いやこれ拳で殴った方がいいよ、俺これもう普通に拳の方が DPS 高え。燃えてようが関係ねえんだよ、出る瞬間気をつけろ、出る瞬間暴れ出すかもしんないから。200キルぐらいまでは削っていいぞ、もうちょい削ろう、もうちょい、もうちょい削ろう。どんだけ欲しいんだよみんな、こいつもうちょい待てって。そんな焦らなくていい、そんな200削れって、200。おいったか、いった、あら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 、はい、じゃあ次辻斬りいきまーす。さすがに辻斬り死者です、でも取り巻きがいないからな。
取り巻きいない系はさっきみたいにフルボッコにして終わりか。なんか瞬間移動して切ってくる攻撃あるんだよね。まあ、こいつはマジでアズレーン次第だぞ。おう頼むぜ。攻撃するのもあ、でも85も入る俺のアルファの攻撃、まあ、言うてレベル近いもん元のレベルは。あ、入ってる全然入る。俺たちのプレイヤーの攻撃だけ 0.8 倍にされてるからさ、しかも攻撃にステータス触れないから俺ら何もしなくていいんじゃない。逆に邪魔してるんじゃね。パルの火力は下がってないからこれ俺らもう邪魔にならないところでこうやって待機するのが一番いい。あ、いいね、パチグリボムナイス。やっぱ人型のやつ動けないな。いや待って、これ俺欲しいな、辻斬り欲しいな。始まった争奪戦始まったよ。もうちょいだな、俺はまだ待つ、まだ早い、まあ、メガスフィア1個しかないから。状態異常か、やばいとこいるって。なんかいや俺のアルパを殺されちゃう。下げよう、一旦下げよう。ヘルゴッド、ええ待って待って、なんかすげえとこにいるやついる。何あれ、あいつなんであそこにいるのえ、どうやって行ったそれ。俺は200切るまで待機かな。やばい、鈴木が向こう乗った。いやなあこいつらの捕獲力高すぎる。なんで 1% とかでこんな捕まるんだよ。え、これさ、ライコーンいけるんじゃね、そこにいる。31はさすがに満身、さすがに満身か。ちょっと楽勝すぎてあれだわ、頭おかしくなってるわ、うん、主人公もね、もうちょけとるもん。ほら今俺がガウルフ背負って走っとる、それぐらいの心の余裕がある。欲を言えばね、村雲なんだよな。村雲争奪戦が、いやこれ村雲争奪戦行くか。ただ俺スフィアがな、スフィアがなさすぎて。村雲のとこ目指しますか。村雲は捕まえさえすればいい、誰か。そしたら最終的に俺が引き継ぐから、殺すのだけはやばい。村雲殺したら世界終わる。よねえ、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、みんな、みんなこれ本当にやばい、本当にやばい。え、死んだけど俺のガウルフ。やばい、他のやつも食らってる。あれもいるんだって、旅団もいる、これ逃げた方がいい。やばい、シューム死ぬ。急に戦闘仕掛けてくるタイプ怖すぎる。ちょっとクソ追ってきてね。お前待って、シューム置いてかないで。俺足が死んでんだって。速攻で足死んだ。どこ村雲。めっちゃ追われてるぞ。何が捕らえられてる。あー、サーペントか。まあ、サーペントいいや。死んでる。え、テン、あれあいつなんで死んだの。さっき追われてたやつしっかり殺されてるんだけど。大丈夫そうだったじゃんお前。俺がなんか見捨てて殺したみたいになったやんこれ。アズレーン、うわなんかめっちゃいいのいっぱいある。撃ち殺されて死んだんだ、かわいそうに。何がこんなに重い。待って本当に待って、ちょっと待って、ちょ、やばい、ね、誰か。おー